こんにちは。ああよかった、この動画が流れるということは。そうだな、ほっとしたぜ。もうお蔵入りにならなくてよかったって。これ今流れてるんでしょうか、この動画。本当だな、分かんないな、はい、このからくりもちょっと見せてあげたいけどね。そうですよね、本当だよ。もうさあ今年も球児たちの暑い夏が始まりましたけれども、はい、どうでしょう豊さん、今年の高校野球のなんか特徴だったり、ここのチームだったり、ここの選手だったりとか、なんかあります？なんか私的な。いや、あのね、うん、俺予選からやっぱりこう実は見てるわけよ。特にバーチャル高校野球みたいな感じで、はい、うん、ちょっと見てるんだけど、はい、いろいろこう出身中とか、はい、出身県とか出てくるんだけども、はい、越境してる子多いな。まあスカウトとか引き抜かれてる子たち、まあ引き抜かれてるか、あそこ行ったら甲子園出れるんじゃないかとかいうことで、帝京第五の子なんか、うん、大洲市にあるんだよ。大洲市、はい、愛媛県のね、はい、で大洲市っていうのは俺がいたところで、子供の頃、はい、その時ぐらいに高校ができたんだよ。帝京第五高校っていうのができたよみたいな、はい、まあ、そういうのがこう頭に残っていて、はい、で、あ、帝京第五が出るんだみたいな感じで見たんだけど、うん、大津の子は一人だけ。あとは大阪とか沖縄とか、はい、いろんな県から来てるんだよね、はい、だからちょっとびっくりしちゃってさ、こんなに多いんだと思って。一時期第何回大会かわからないですけど、どっかの学校が全て地元ではなくて、あ、そう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 、ね、いろいろまあ言われたりもありましたけど、うんうん、修学校ですね。修学館か。それとか我々の頃、はい、もう本当に40もう50年近い昔だよ、はい、北海道だとか、うん、東北だとか、うん、そういうところから代表で出てきたチームっていうのは、うん、ほぼほぼ1回戦で負けるんだよ。西と東で最初抽選会やって、こう当たっていくから、はい、まあ、ほぼほぼ負けるんだよね。練習ができないんですかね。まあ、そういうハンデも含めてね、うん、ここのところ、はい、東北とか北海道が強いんだよね。強いです、強いです。これは感じる。豊さんの頃沖縄はどうでした？沖縄ね、まだね、うん、赤嶺っていう、はい、まあ、巨人に入るんだけど、うん、ピッチャーがいた時にはね、うん、まあまあ強かったんだけど、身体能力は高いけど、はい、さほど強くはない、チームになってないっていう、こうイメージがあるよな。今変わりましたもんね。変わった変わった。沖縄水産とか沖水とかも、うん、こうなんですね。だから昔のプロ野球選手、沖縄から来てもあんまり芽が出ないという、はい、それはなんか言葉の弊害があったという、はい、まあ、方言をだから喋るとバカにされるというかさ、うんうん、そういうこともあったらしくて、はい、なんかこう陰にこもっちゃって喋れなくなっちゃって、うん、引きこもりになるっていうようなことで、うん、でも今はもうね全然そんなことがなくて、うん、沖縄の良さって面白いからね、はい、なんくるなるさーで、いや本当はなんくる なってんだよ。そうですよね、しかも強いですしね。ただ越境とかが多いよな。そうです、だからいわゆるその関西組が例えば PL とか大阪桐蔭にいてもレギュラーや取れないかもってなると、やっぱりいろんなとこ飛んでいきますよね、うん、そこでレギュラー掴んだ方がいいってなって、まあ、そうだね、うん、まあ、そこで7試合ぐらいで甲子園でしょ、はい、最低でも6試合勝たなきゃいけない、うん、多いところで7試合8試合やるチームがあって、はい、そこで出た時にはヘトヘトだよね。でもね、地方行くとね、まあ、大体そのシードをもらえると5回ぐらいでいけるんだよ、甲子園に勝てば。はい、あ、だからチャンスは広がるよね。そうですよね。で、おお行こうぜみたいな優秀なやつを誘って行きゃさ、はい、それはもうすぐベスト8とかベスト4に入れるぐらいの力を蓄えるからさ、そうですよね、高校がね、うん、だからすごく東日本が強くなってきてるなっていうようなね、うん、そうですよ。で、分散されましたよね、力が。だから分散されたね。なんか昔は成功到底って言われてましたけど、そうそうそう、うん、成功通って、あの西側の方がやっぱ強くて、まあ、まあ分かるよ説明。いやちょっと今漢字にしてこう、まあ、分かるよ、成功通って、そう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 、そうなんですよね。だから豊さんのイメージだと強豪校ってどこですか、やっぱりここやけど。いや、だから俺らが感じてる時の古豪と言われる強豪校っていうのは、それは森内が持ってるのとも違うし、はい、YouTube のスタッフが持ってる年代で、うん、年代で変わるよね。俺らの時は、はい、例えば商業高校が強かったのよ。ああ。で、下関商業知らないか。知らないです。まあ甲子園で活躍してる柳井商業、豊富商業とか、はい、広島商業とか、あ、広、はい、岡山東商業とか、うん、で四国の四商とか、松山商業、高松商業、徳島商業、高知商業って。で静岡商業とか、はい、商業高校が強かった。
あ、そうなんですね。そうそうそう。年代今度飛んでこっちに来るとやっぱり PL とか PL は、はい、その前もちょこっと出てたけど、はい、俺らの時に OB リンに負けて準優勝、これから PL の時代が始まったみたいな感じなんで、強いと言われる PL は、へー、あ、だから PL だったりとか、あと横浜高校だったりとか、そこら辺、あと桐蔭もそうでしたね。スタッフ20代のスタッフになると今度30代とかになると桐蔭、東海大相模、まあ東海大相模なんか原が東海大相模だったから、はい、まあまあ強いっていうイメージがあったし、履正社とかって結構最近履正社なんか聞いたことなかった、ね、聞いたことない、影も形もなかった。そうですよね。いや本当に本当に、まあ、失礼な話ね。いやそうです、履正社だから T 岡田選手が出てきたり山田哲人選手が出てきたりで、なんかそのあたりからグググって、だから北海道から言うと、はい、北海高校、北海、はい、ね、函館言うと、で仙台育英、あ、仙台育英、はい、が強かったよね、うん、で千葉で言えば銚子商業、で商業高校なんで、習志野、習志野、市船とかどうだったんですか。いや聞いたことない。あ、え、そうなんですね。いやいや本当に習志野か。いやだからまあ関東に住んでたらそれは有名かも分からないけど、うん、俺山口に住んでたから、うん、高校の時には、うんうん、で東京だったらやっぱどこですか。双日、あ、双日、はい、うん、とか日大三高とか、その時はね日大桜ヶ丘とか日作、はい、日鶴もいましたね、うん、そう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 、はい、だからそういうところが強かったんだ。オービリンは神奈川になったんですかね。オービリンは違うよ、東京、東京、東京ですか、うんうん、横浜は横浜商工、あ、Y 校と、 Y 校と、はい、与田校って言われてたよね、はい、横浜高校が、うん、まあそういうところがやっぱり商業高校なんだ。ああそうなのか、うん、で静岡商業でしょ、はい、浜松商業でしょ、あ、浜松とか、はい、とか強かったし、共栄、共栄、愛知だと、へえ、とか、はい、で和歌山行くと和歌山市商業とか県商とかさ、あ、やっぱ商業すごいです、ね、いや商業じゃない、だから智弁なんて出てきてない、まあ、あ、智弁学園、智弁和歌山、うん、で三重高校、三重高校、へえ、とか北陸はどうだったんですか。石川とかは高岡商業とか、へえ、そういうところなんだよ。やっぱ商業なんですね。いや商業なんだよ。いやだから年代によって違うよね、うん、ただ俺がやっぱり一番の名門だなと思うのが松山商業であり、はい、広島商業なんだよ。へえ、なぜですか。いまだに甲子園出てくるし、いまだに優勝争いをする、はい、で岡山東商業っていうのはちょっともう影が薄くなったり、うん、下関商業っていうのも昔有名だったんだけど、これも影も潜めて、うん、柳井商業、豊富商業もそうだよね、うん、だけど四国の中でもやっぱ松山商業と中国地区では広島商業っていうのはもうこれは名門中の名門だよ。あ、そうなんですね、うん、例えばそこに行く選手たちっていうのもやっぱり、まあ、エリートって言ったらおかしいですけど、まあ、エリートっていうか、はい、選ばれし、いや選ばれしっていうか、うん、もう本当になんていうの、舞台に入るっていう感じだよね。あ、あの軍の舞台に、まあ、松山商業に遠征行って、はい、セミが鳴いてんのかっていうぐらい、うん、声が枯れて部員が声出してんだよ、うん、え、セミじゃないのみたいな声枯れしちゃってるんですね、声出しで。で広島商業に遠征行った時は、はい、バックネット裏に、うん、もうこのままだよ、これを膝の上に置いて、はい、このままずっとこの姿勢で観戦してるぐるさい、すごいなと思って、すごい指導だったんですね、厳しいというか。だから俺がその名門って感じるのは、うん、やっぱ広島商業、まあ思い入れもあるけどね、はい、松山商業っていうのは俺が小学校4年の時に、うん、大洲に住んでた時、愛媛のね、はい、優勝した時、うん、三沢と延長18回再試合して勝って帰ってきたという、うん、まあああいう思い出もあるし、そうだな。あ、じゃあ今みたいに例えば、うん、常連校強豪校をいきなり初出場のところが破ってくるとかあまりなかった時代ですか。いやもうこの壁は相当高かったな、うん、ベルリンの壁を乗り越えて乗り越えて打たれないで生還するぐらいの、そのぐらいハードル高かったよ。あ、難しかったんですね、難しかった破るっていうことは、うん、じゃあ本当に常連校が毎年毎年夏は集まってたっていう感じ。いや、そんな感じだよね。なんです、負けたら大変なことになってた。あ、そうなん
ですね。いや本当にそのぐらいだよ。でも本当今年なんかは例えば作新がいけなかったじゃないですか。特に北関東の強豪校たちが敗れて30何年ぶり出場ですとか、うん、初出場とか、まあ、固定観念で見るからな。 あそこは名前だけで強いっていう風に感じるかもわからないけど、うん、まあ、その中にコロナがあったりだとかさ、そうですね、うん、全員揃わなかったりだとかさ、うん、監督が変わって校風が変わって全然チームが変わっちゃったみたいなところもあるだろうし、うん、だからまあ固定観念で見ない方がいいよ。まあそうですよね、うん、ただやっぱりね今年大注目は九州学院、ね、はい、熊本ここ一択でいいよ。なぜですか。村上宗隆の弟がいるという4番でいますよ。村上はでかいんじゃないか。あ、身長は。あ、そうなんですかねと思うんだけど、はい、顔似てるよな。似てますこれはちょっと楽しみやな。いや、そうですよ。三兄弟なのに。三兄弟のうちの、三男。三男ですよね。三男やんちゃだからな、これは。兄弟的に言うと豊さんそう、まあそうだよな、うん、いやこれはちょっと楽しみだな。兄弟揃ってね、4番打ってるっていうのがね一択だよ。もうここ一択ですね。人一択なのかな、うん、他はね、なんか今年は、まあ、毎年こういうこと言うんだけど、はい、ちょっと小粒な選手が多いね。こう飛び抜けてるっていうかさ、うん、超高校級っていうか、まあ、いわゆるドラフトに即戦力としてかかるような感じちょっと見当たらないんだけどね、うん、まあでもずっと見てたら、はい、ああこの子いいなっていう選手はたくさん出てくると思うんだけども、うん、やっぱ名前的に、うん、話題的に、はい、もう村上一択だよ。それになっちゃいますよね。6打席連続ホームラン打つかも、この甲子園で。もしくはあの松井秀喜さんみたいな何打席連続敬遠とか。そこまではない。もうしないですかね。そこまではないで。時代がそうはならないですかね。まあ、馬瓜さんだったら分からんけどな何言われても子供の幸せは勝つことにある。あ、だから自分そのために私は鍛えてきた、うん、いいじゃない。勝負は何でもありだよ。逃げるが勝ちっていう言葉があるように、うん、勝負しないで勝つという、うん、それもありだ。まあ、いろんな戦略があっていいわけですからね、うん、そしたら満塁にしろよ。あ、まあそうですね。そしたら敬遠するから、うん、1点あげても勝負しないみたいな、ね、でもそのぐらいやっぱ松井秀喜選手っていやすごかったな。すごかったですからね。 あとやっぱりなんといっても選抜の王者の大阪桐蔭、もうここはつまんない。強すぎて抜けてるもん。大阪大会全7試合で投手陣がわずか1失点しかしなかった。そうだろう。大阪ってまあまあレベル高いからね。はい。そこで1失点だもん。1失点楽勝だもん。そうだ、投打ともにいいって言われてるんですけれどもね。いいよね、はい、もちろんこれ選抜で優勝してるもんな。そうです、そうです。もうワンサイドゲームですね。もう本当だよ、うん、もうこれはねダメ。だからね、プロ野球もユース作りゃいいんだよ。ユタさんずっと言ってますもんね、うん、作った方がいい。高校野球とは別にチームの下部組織としてユースを作る。そうそうそう。ユースに所属する選手っていうのはその高校野球は出るんですか。できない。できないです、うんうんうん、だから甲子園には出れないけど、うん、プロに早水だよね。まあそうですね、直接でいける。で、サッカーが高円杯ってあるんだけど、うん、高円宮杯か、はい、正確に言うとね。まあ、そういう大会を作って、もう高校も全部入れて、ユースも入れて、大会やって日本一を決めるという。あ、それいいですね。まあ、そういうのもやればいいと思うんだけどな。ユースだったらもう完全にプロに行きたい人の集団じゃないですか。あ、そうそうそう。で、高校野球っていうと中にはプロに行きたい選手もいれば、そのプロには行かずに野球がやりたいっていう選手も混ざってる。あ、もちろんもちろんわけですもんね。そうそうそう、うん、いやだからジュニアユースから作ると一番いいんだけどね、はい、ジュニアユースである程度プロになれる子をユースに上げて、うん、ああこれは難しいなっていうのを高校野球に生かすという。ああ、そういうやり方もあるよね。いろいろね工夫する。だからジュニアユース、ユースって持ってると最高だよ。そうですよね、一番いいのはジュニアから持つんです。ジュニアから持つんですね、うん、そしたら頭角を現してきて、あ、よし、お前はジュニアユース来いっつって、うん、で、ああこれはユース、もうこれはもうプロの予備軍、うん、あ、これちょっと難しいな、ちょっともうちょっと時間かかるなって言ったら高校野球行ってこいって。もちろん大学で野球する進学のもあるんですもんね。あるある、一応はね、はい、うん、
だからまあそういうふうにしていくと、まあ、いいのかなと思うけどね。まあ、そうですよね、はい。まあ、でも昨今言われてるのが、その高校野球の地方大会の例えば過密スケジュールのことであったりとか、なかなかね、あのピッチャーの球数のこととか、ね、県によって全然違うわけよ。バラバラなんですね。もうね、過密、毎日新聞にさ、お今日もう2回戦おもう3回戦山口県やんないやんないやんないですか。そんなにお前こんなのんびりしてていいのかみたいな。あと大変なんじゃないですか。いやもうね、うん、その大会期間が長くなってくると、うん、仕事のないおじさんたちはそれだけで楽しめるわけよ。なるほど。多分ね、多分だけど、はい、それで、次、ね、まあ1週間後だから飲みましょうやみたいななんか自分が拘束されてるのを楽しみにしてるみたいな。なるほどね。早く終わっちゃうとね。だからまあ、そのあんまり過密日程にすると、うん、選手はかわいそうだけども暑いしね、うん、だある程度のテンポでやってくれないと一回ガバーンっておお調子がいいぞみたいな、うん、よし調整バッチリだみたいな、これだけ開いたら狂っちゃうでしょみたいなぐらい開けるんだからそんな開けすぎですよ、ね、開けんなっつうの。そのために調整してきてるわけだよ、ここに、うん、ここの大会目指して頼むよ。そうですよね。でも面白いですね。高校によっては2枚3枚ピッチャーを揃えてるところもあれば、はい、エース1本でいくっていうところもあったりとか、まあ、エース一歩はもう今だけ難しいな。だって1週間で500以上投げちゃいけないんですよ。カウントちまちましてるっつうんだからな。いるんですね、カウンター。いや、わかんないけど、それはスコアブックで出てくるでしょ、何球投げたって、ね、カウンターで数えてるやつはいないと。そんな暇人はいないと思うけど。そうですね。そんなところにバイト代なんか出せないよね、まあ、カウントするだけで、ね、やりますやりますってなりますもんね。まあでもね、高校野球もそうですけどね、そうやってサッカーのものを取り入れたりとか、優勝だったりとか、そうするとまた裾野も広がっていったりとか、絶対できないんだよね。まあ高野連とプロ野球、ね、絶対ね、私利私欲が入るとこういう計画っていうのはダメなんで。サッカーはできてるんですもんね。サッカーは最初からそうじゃないと、はい、J を持てないから。そうだったんですね。だからないところは作ったし、もともとあるチームは継続をしていくという、野球はちょっと、まあ、特殊というか。そうだな、グローバル化してないからね。そうで、野球はね、だから、FIFA はそういうもう指導のもと、はい、どんなクラブチームでも株参加持ってるから、はい、だから持てるようにね、なるといいなと俺は思う。そうですね、はい。まあ、そしてね、今年の高校野球ね、まあ、どこが頂点に立つのか。一択どこ。村上一指名ですね村上楽しみだな。そうですね。で、プロにすぐ入ってくるのか、大学行ったりするのか。まあ、一説によると、うん、今入ると兄貴と比べられるのは、うん、やっぱあまりにもかわいそうだから、うん、大学を経由しようかなっていう話があるらしい。村上選手は直でヤクルトですもんね。じゃあ一回経由してお兄ちゃんと一緒のヤクルトなのか、はたまた違うチームなのかっていうのもね、もしかすると直結で来るかもしれないですしね。まあな、楽しみです。楽しみだな。そういう意味でもね、まあ、自分のお気に入りだったり、ひいきの選手をちょっと注目してみるっていうのも、まあそうだね、楽しいですね。はい。はい。